はい、どうも皆さん、こんにちは。山猿です。次回のね、イベントの情報来ましたので、ちょっと早速見ていこうかなと思います。今、この動画が出てるのが2月1日の、まあ、7時だか6時だか5時だかわかんないですけど、まあ、そんぐらい出てると思うんで、あとね、何時間後かに来ますね。もう2月2日に来るんでね、2月2日の1時から来るっぽいんでね。はい。ミッションクリアして、抽選券を獲得しよう。抽選に参加すると、キングの新春コーデなどの、豪華報酬を入手できるチャンスを。また、抽選の参加回数によってペット覚醒クリスタルなどを入手可能ということで、来ましたね。新春、フェスティバルイベントですね。これあれですよね。1周年イベントの時に来たやつですよね。このね、変なやつ。神イベって言ってる方結構いたんですけど、僕ね、あんまりね、神イベだと思わないんだよな、これ。まあ、タイミングと運なんですよね。まあ、前回と同じ仕様なんだったらもうそうなんですけど、もうみんな、もう全員が同じこれをやるんですよ。とりあえずこうなんか欲しいのあったらその欲しいやつをポチッと押して抽選はだから新春コーデが欲しい人は新春コーデを押してで新春コーデを押した後にまあちょっとこうちょい待ってね、まあ、ちょっと待って最初から説明するわ、まあ、まずねこう、まあ、こういう感じで、ね、なんとかセットとかあったりこうなんかね S 級装備セレクトパックがあったりとかねそうこうなテックパーツがあったりとかねまあ、ちょっと今回はね、コレクション系が入っちゃってきてるんですけど、まあ、こういうのがこうパッてあるんですけど、まあ、そのね、まあ、まあ、こんな感じでね、まあ、新春コーデが欲しい人は、こう、新春コーデの、まあ、一番左ですね、左側の、まあ、キングの新春コーデかな、よくわかんないですけど、こういう、こう、欄があって、A 賞、B 賞、C 賞みたいなってね、で、こう、みんなでやるんですよ。みんなっていうか、こう、サーバー全体のやつなんですよ。サーバー全体のやつ、なんて言ってるかな。とりあえず、ダダサバやっている人が全員で、全く全部同じやつをやるんですけど、まあ、この中にもこういう、なんか、グループ A、グループ B とかいろいろあるんですけど、まあその中からね、こう自分でパッて選んで、まあ、抽選して、まあ、運が良ければ一発目から A 賞ゲットできたりするんですけど、まあ、基本ね、F 賞だの、G 賞だのばっかり出てね、みたいな感じなんです。だから、こうみんながこう、ちょっとずつやって、ちょっとずつ減っていくんですよ。商品が。だから G 賞がなくなりましたとか、F 賞がなくなりましたとかね。で、なって、残り、じゃあ A 賞1個だけとか、A 賞1個と、あと B 賞と、まあ、D 賞がちょっと残ってるってなった時に、まあ、一気に全部ぶっぱするっていう、まあ、抽選券も全部ぶっぱして、全部取るみたいな方法があるんですけど、まあ、無課金の人は無理だと思うんですよね。これまあ、今回その抽選券がどんぐらいもらえるかにもよるんですけど、まあ、ちょっとね、めんどくさい、ややこしい、うん。ちょっとややこしい感じで、もらえる抽選チケット券がなんか見た感じ1枚ずつっぽいんで、まあ、ミッションこなしていけば増えていくんだろうけど、多分前、ガンガンもらえたりする券でもないから、多分これ。で、多分、抽選券、1枚につき多分その300ジェム必要だったんで前回はって考えたらちょっとねどうなんですかねこれね、まあ、運よく A 賞とかね取れたら神イベにはなるんですけどもう基本そうはならないのでちょっとね難しいところ本当運ですよね本当そ、まあ、パッて見て本当あと1個しかないとか A 賞が残ってて他のやつがもう大体売り切れてるってなったら、おお、ラッキーってなるけど、基本ならないからね。これはちょっとね、なんとも言えないんですよね。神イベになる人もいれば、全然クソイベになる人もいるしっていう。一応なんか、ポイント交換があるんですけど、まあ、こう、抽選して、じゃあ E 賞とか F 賞とか G 賞が出ましたってなったら、なんか、ポイントを即時この商品を受け取りますかっていうのとポイントに還元しますポイントに還元ポイントに交換しますかみたいなのが出て基本的に ABC まず DABC 以外はポイントに交換しちゃっていいですねでポイントに交換したらポイントに交換したでこうなんかチケットが買えもらえたりとか交換っていうのができるんでまあ基本的には A 賞 B 賞 C まあ C 賞まではまあ即時受け取った方がいいかもしれないですけど、まあ、最悪 C 賞もね、いらない時あるっちゃあるんで、うん、うんって感じですね、本当に。まあ、ちょっとね、
説明しづらいんですけど、まあそんな感じ。ほんと運ゲー、運ゲーっちゃ運ゲーですね。で、売り切れちゃ、A 賞が売り切れちゃったらもう悲しいだけなんで、もうそれはもう放置でいいんですけど。いやこのイベントね、ちょっとややこしいんですよね。神イベかな、まあ、神イベになれる人はなるけどっていう感じだね。なるほどね。コレクションとかテックパスだったら抽選券が3枚必要なんだね。1個めくるのにね。はあ、はあ、まあまあ、そうなっちゃうね。うん。まあ僕ね、1周年の時はね、新春コーデ、コーデ衣装系をね、ちょっとやっちゃったりとか、あとはスキルの、スキンですね。の方をちょっと優先してやっちゃったんで、僕今もうそんな気にしてないんで、まあテックパーツとかね、コレクション系やっていこうかなっていうふうには思ってるんですけど、どうなんですかね。まあこうではやらないんで、まあテックパーツと S 級装備と、あとペットがあるのか、まあ、あと抽選券の回数、抽選回数うんぬんでもなんかもらえるっぽいんで、これ前回あったっけ？あったか？あった気がするけど、うん。まあ、コレクション系、でも僕、コレクション系は今、鍵大量に持ってるんで、やんなくていいかな。まあ、テックパーツかな、僕は、やっぱり。テックパーツか、まあ、今だったらペットかな。うん、S 級装備もね、今、別にないわけじゃないから。まあ、ちょっとね、SS 神器のためにね、S 級やってもいいとは思うんですけど、うん、まあ、とりあえず、こう、真ん中のこの、テックパーツかペットか S 級やっときゃいいんじゃないかな、っていう感じはしますね。はい。まあ、というわけでね、これ皆さんどういう風な、まあ、初めての人はいるとは思うんですけど、一周年でやったことある人は、これどうなんですかね。僕あんま神イベント思わないんですけど、うわ、ややこしいイベント来たなーっていうイメージなんですけど、どうなんですかね。みんなはやっぱ神イベント思うのかな。お、やっぱ俺が、あれかな、ゲームのシステム理解する頭が悪いかな。はい。まあ、という感じでしたね。うん、次回。まあ、楽しみにしておきましょう。神イベっぽいんでね。一応、みんなが言うには神イベっぽいからね。楽しみにしておきましょう。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。